はい、皆さんこんにちは、村田です。今回は iPhone ケースのレビューをしていきます。それがこちら、グラマスカラーズから出ているリブハイブリッドケースです。ね、グラマスというと、もう皆さんね、レザーケースで有名なので、知っている方も多いと思います。そのグラマスから出ている、このリブケースっていうのは、背面だけをカバーするような、バックカバータイプで、しかもね、このリブデザインがすごくね、おしゃれなんですよ。リブデザインって聞くと、よく皆さんが馴染みがあるであろう、スーツケースのデザインに使われているデザインなんです。で、それを iPhone ケースに採用したかっこいいビジネスマンにぴったりな iPhone ケースをレビューしています。それでは行きましょう。 Oh, yeah. はい、それでは開封していきます。グラマスカラーズね、リブスライドハイブリッドシェルケースですね。パッケージは、ここからですね、外していきます。はい、出てきました。マットな感じ、いいですね。この美しいリブのデザイン、スタイリッシュでかっこいいですね。で、まず素材なんですけれども、このね、iPhone をはめるところのインナーケースに関しては、柔らかい感じの、これ TPU かな、が使われてます。多分ね、これね、衝撃を緩和してくれる効果も見込めるので、ここにね、耐衝撃ケースって書かれています。なので、まあ、こういったね、作りが衝撃に強いポイントなのかなと思いますね。この外側、これはね、ポリカーボネートですね。硬い、素材が使われてますね。で、実際に、はめていきます。この iPhone 12 Pro を、こんな感じではめて、こっちも、おー、貼りやすいですね。お、装着めちゃくちゃしやすい。いいですね。すぐにパッとつけられました。装着してみた感じはね、全体的に、厚みっていう部分で言うと、まあやっぱり多少はありますね。部分的なところなんですけれども、ボタン類ですね。ボタン類はこのインナーケースの側面が、出ていて、ここね、TPU でカバーされてます。で、マナースイッチ部分には開口部がしっかり設けられてますね。で、反対側の、電源ボタンの方もしっかり覆われてます。なのでボタンもね、傷つくことから防いでくれますね。そして、この iPhone の、下の部分ですね、ライトニングポート部分を、開口部が設けられているタイプで、スピーカーなんですね、それぞれもしっかり開いています。まあ、対衝撃ケースにありがちな通話している時に音がこもって聞こえるっていうことも、まあ、通話相手に対してね、こもって聞こえるっていうこともないので、これは、しっかり開いているのでいいかなというところですね。カメラレンズの方は、まあ、ケースよりもカメラレンズの方が低くなっているので、こんな風にね、背面側からテーブルに置いた時にも、まずケースの方がね、こんな感じでケースの外側のカバーの方が先に接着してくれるので、このカメラレンズがテーブルに触れるっていうことを防いでくれます。で、同じくこのディスプレイ側ですね、このディスプレイ側に関しても高さがね、この側面のエッジ部分の方がディスプレイよりも高く設計されているので、同じようにディスプレイ側からこう置いたとしても、ディスプレイが先にこのテーブルに触れるんじゃなくて、この外側のエッジ部分の方が先に触れてくれるので、まあ、このディスプレイを保護するっていう意味でも安心ですね。で、やっぱりね、もう持った感じわかるんですけど、もうかなり、衝撃には強いだろうなっていうイメージがありますね。米軍のミル規格にも取得しているということで、こうやって落ちた時の衝撃の緩和っていう部分に関しても非常に性能が高いとこですね。特にこの四隅のね、コーナー部分、ここね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとね、外側のアウターのケースの方、ポリカーボネートの方かな、これが盛り上がってる感じでなってるんですね。なので角から落とした時にもコーナー部分がクッションになってくれて、中に入っている iPhone にダメージを伝わりにくくしてくれるっていうところが非常にポイントですね。もちろんこの外側のね、このリブデザイン、ここがしっかり iPhone を背面をカバーしてくれて、衝撃だとか、傷だとかから、保護してくれます。それに加えて中の TPU 素材が、ダブルで、衝撃を和らげて、タフに使うことができるケースですね。続いて使い勝手なんですけれども、
ボタンのね押し心地、これはね非常にいいですね。これだけね覆われていて、まあ、タフなケースだけあってちょっとね分厚いので、まあ、その辺押し心地どうかなと思ったんですけども、ボタンも非常に使いやすいですね。電源ボタンもねこんな感じで押しやすいんですけども、あとね音量ボタンに関しても、しっかりクリック感があって、音聞こえるかな、はい、こんな感じでね、すごくね押した時の指先の跳ね返りっていうことも感じられて、クリック感は非常にいいですね。まあ操作しやすい、感じがしますね。であとはねこの側面部分がね、まあちょっとこうかぶせるように、ディスプレイの方にかぶせるように覆われているんですけれども、側面からのこのねスワイプ操作、これに関しても特段使いづらいっていうこともなんかないですね。上からもそうですね、ほら、いい感じ、全然このね周囲がカバーされていると言っても、エッジ部分からのスワイプ操作っていうことも特に支障がなくて、使いやすいですね。はい、そしてこのリブスライドの面白いギミックが一つあって、ここにねカードポケットがついてるんですね。交通系 IC カードとかを入れるとギュッギュッとねこんな感じで入れると、改札とかでピッっていう風にして改札を通ることができるっていうことですね。 iPhone もこうやって外した時にここにね磁気防止カードがちゃんと入ってるんですね。なので iPhone の方の Apple Pay と干渉せずに、使う、IC カードをピッっていう風にすることができるっていうのがポイントですね。やっぱこういったところはね、長年のグラマスのスマホケースメーカーであるところの、工夫なのかなと思います。さすが、抜かりなく作ってますね。そして改札でこういう風にねピッって言って使えること以外に、こっからがポイントで、ちょっと見ててくださいね。ほらこんな感じ、もう一回いきますね。はい、これね実はこの側面のアウターケースがこうスライドするんですね。ほら見てください、これこんな機構今までありました？多分ね僕ねいろんな iPhone ケースレビューしてるんですけど、こんな機構初めてですね。でこれをスライドさせることによって、これみたいに今みたいにカードがねちょっと飛び出すんですね。だからこういう風に取り外して使う時にも非常に便利なんですね。僕の場合はねもうキャッシュレス推進しまくってる派なので、もう極力財布とかって持ち歩いてないんですね。もう今となればもう皆さんもねだいぶキャッシュレス化が進んでて、財布持ってないよ、もう iPhone で決済してるよっていう人も多いと思うんですけど、飲食店なんかによってはもうクレジットカード、もうこういった物理カードしか対応してませんよっていうところあると思うので、そういった時のためにここにねクレジットカードこういう風に入れておいて、Apple Pay で普通にコンビニとかね決済するのもいいですし、対応しないお店ではここにクレジットカードがあって、こうやって風にスライドさせてこうやって使ってあげるっていう、こういった便利なこともできるので、非常にこのねギミックっていうのがね今のキャッシュレス時代においてはポイントというか、めちゃくちゃメリットかなと思いますね。はい、そしてカラーバリエーションなんですけれども、今回ねiPhone につけてレビューをしたこのネイビーの他にブラック、シルバー、レッド、この4色がラインナップしています。ネイビーはねまず、マット加工っていう感じで非常にね落ち着いた印象がありますね。なんかこう発色のいいネイビーというよりも落ち着いて、なんか雰囲気があるような奥深さを感じるようなネイビーに仕上がっています。続いてブラックですね。このブラックはツヤっぽい感じ、光沢感があるような感じで、なんかね本当にスーツケースっぽいなーっていうのが一番感じるようなデザインになってますね。多分結構そこのスーツケースのデザインに一番寄せてるのがブラックなんじゃないかなと思いますね。まあこの光沢感もなかなかマットとは違ってかっこいい感じですね。そしてシルバーに関してもこれも本当スーツケースっぽいですね。どっちかっていうと光沢感があるっていうぐらいツヤツヤな感じはしないし、かといってマットかっていうと、そうでもないなっていう、なんか中間ぐらいなイメージがありますね。これはね、まさにこう、スタイリッシュな感じで、いいですね。そして、これがレッド。
レッドですね。レッドはもうなんだろうな、なんかワインレッドというかバーガンディっぽいような落ち着いた、雰囲気のある感じですね。発色というかこの原色系の赤っていうよりもちょっぴりカラートーンを落としたようなトーンダウンしたような色味をしています。もう大人の男性にはねこれ持ってるとかなり色っぽいんじゃないかなっていう印象がありますね。これも個人的に結構ねこのレッド結構好きですね。はい、ということでグラマスカラーズから出ているリブスライドをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もうなんといってもこのデザイン、このねスタイリッシュなスーツケースのようなリブデザインが非常に僕は好みですね。そしてもう一つのポイント、それがこのスライドする機構ですね。それによってこのカードポケットからカードケースを取り出しやすくしてくれるっていうところのポイント、これはねこのギミックっていうのはねなかなかないので、キャッシュレスでクレジットカードだけは物理的に持ち歩きたいっていう僕みたいな人にはめちゃくちゃこれおすすめです。もちろんねグラマスが長年培ってきたケースの設計、衝撃の強さとか使い勝手とか、まあボタンの落ち心地も含めて、まあそういったところに関しても抜かりなく精密に作られている、こだわりが詰まった iPhone ケースでした。 iPhone12 シリーズをゲットした人は検討してみるといいかもしれません。この、リブスライド気になった方は動画の概要欄に、記事のリンクと商品ページのリンク入れてあるのでチェックしてみてください。ということでこのチャンネルでは今ここにない未来をその手にをコンセプトに、最新ガジェットやスマホアクセサリー、さらに目新しい雑貨まで幅広く取り扱う会員登録数40万人を超えるネットショップアップバンクストアと、ガジェットを中心にレビューしているウェブメディア ABS マガジンを運営する僕村田が物の価値を分かりやすく解説しているチャンネルです。日々の生活が豊かになるものがキャッチアップできるようになるので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。